皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の理科3分チェックプラスアルファ、今回は乗算についてお話します。この3分チェックプラスアルファというのは、3分で基本的なものを覚え、次に覚えているかどうかを穴埋め問題でチェック、最後にプラスアルファで簡単な問題4問解いていきます。なお乗算、これは実験もあるんですけれど、実験の動画はまた別にまとめます。では始めます。植物が水蒸気を体の外に出すこと、これを蒸散と言います。蒸散は2つの三日月型をした細胞、これ後編細胞というんですけれど、この後編細胞で囲まれた気孔という隙間で行われます。ここに絵を描いてあります。細胞が並んでいて、ここに三日月型の細胞2つ描いてあって、真ん中にこう隙間ができていますよね。この細胞の方、この三日月型の細胞、これが後編細胞で、それに囲まれた隙間の部分、これが気孔、こうなります。ここから水蒸気が出ていくんですね。これが蒸散で、蒸散によって植物は太陽の上昇、これを抑えたり、根からの水の吸い上げ、これを盛んにしているんですね。覚える言葉は3つ、蒸散、後編細胞、気孔です。そして蒸散の働き2つ覚えてください。それは太陽の上昇を抑えると、根からの水の吸い上げを盛んにすると、この2つです。ではもう一度確認すると、植物が水蒸気を体の外に出す働き、これが蒸散です。蒸散は2つの三日月型をした細胞、後編細胞、ここで囲まれた気孔という隙間で行われています。図でいうと、この三日月型の部分が後編細胞で、それで囲まれた隙間の部分、これが気孔です。植物は蒸散によって体温の上昇を抑えたり、根からの水の吸い上げ、これを盛んにしています。次は穴埋め問題で覚えているかどうか、これをチェックします。穴埋め問題をして、先ほど学習した内容覚えているかどうかチェックしていきましょう。下線のところに番号が書いてあります。同じ番号は同じ答えが入ります。皆さんはこの答えの部分、私が文を順番に読んでいくので、答えの部分を一緒に言ってみましょう。では始めます。植物が水蒸気を体の外に出す働きを蒸散という。蒸散は2つの三日月型をした後編細胞で囲まれた気孔という隙間で行われます。図があって、この三日月型の部分、後編細胞、その隙間の部分、気孔です。蒸散によって植物は体温の上昇を抑え、根からの水の吸い上げ、これを盛んにしています。もう一度いきましょう。植物が水蒸気を体の外に出す働きを蒸散と言います。蒸散は2つの三日月型をした後編細胞で囲まれた気孔という隙間で行われます。図でいうと、ここの部分が後編細胞で、その真ん中の隙間、これが気孔です。で、付け加えておくと、後編細胞の中には葉緑体があります。そして蒸散によって植物は体温の上昇を抑え、根からの水の吸い上げを盛んにしています。では次はプラスアルファで4つの問題を解いていきましょう。プラスアルファでは4つの質問に答えていきます。私が問題文を読んだ後で答え、これを言います。その答えを言う前に
はい、こういうので皆さんはその後私と一緒に答えを言ってください。答える部分ホワイトボードには書かないで全て口で言います。では始めます。次の質問に答えましょう。1、植物が水蒸気を体の外に出す働きを何と言いますか。はい、蒸散。2、この働きは植物の体の何と呼ばれる隙間で行われますか。はい、気孔。3、この隙間を囲んでいる三日月型の細胞を何と言いますか。はい、後編細胞。4、1の働きにはどのような効果がありますか。効果2つありましたよね。では1つ目は根からで始めます。2つ目は太陽で始めますね。では1つ目です。はい、根からの水の吸収を盛んにする。2つ目です。はい、体温の上昇を抑える。こうなりますね。もう1回やってみましょう。いきます。1、植物が水蒸気を体の外に出す働きを何と言いますか。はい、蒸散。2、この働きは植物の体の何と呼ばれる隙間で行われますか。はい、気孔。3、この隙間を囲んでいる三日月型の細胞を何と言いますか。はい、後編細胞。4、1の働きにはどのような効果がありますか。はい、根からの水の吸収を盛んにする。はい、体温の上昇を抑える。皆さんね、答えを言うことができましたか。今回は蒸散についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。